はい、こんにちは、浅井です。今回はデュエマコラボが復刻しますよということで、来週12日月曜日から始まりますということで、詳細見ていきましょう。もう8回もやってるんですね、このコラボ多いな。はい、ということで、まず新キャラ、ソニアとゼウスと、なんだこれ、無限竜ゲームエンペラーですか、ちょっと読み方間違えたらすいません、まあ、この3キャラが後に追加されますよと。で、一部キャラクターが、カード新しいアシスト進化がありますよということみたいですね。どうしようかな、進化情報から見ようか、まあ、ここに多分新キャラ全部載ってると思うんで、ここから見ていきましょう。はい、まずソニアの方ですね。星は7ですね。ドラゴン、悪魔の冷やみ、バインド、スキブプラス、封印、7コン、3つ、無効感、火のコンボ、闇コンボ。で、スキルが3ターン、ダメージ吸収、無効のロック解除、冷やみ陣、15ターン。まあ、これは、神秘意識したのかなっていう印象がありますね。まあ、最近そのダメージ吸収、神秘はすごい必要性高いので、そこを意識したのかなって思いますね。リーダースキル、8コンボで半減、冷やみの同時で軽減14倍4コンボ加算、半減軽減ですね。はい、で、諸覚醒が火のコンボ、スキブプラス、グラサンと。武器の方が、スキブと雲と火の泥鏡2個、うん、まあそこそこ強いね。で、スキルは一緒ですね。はい、次、ゼウスもいますよと。神バランスの光単体、バインドスキブ4つ、あ、ちょっと待って、諸覚醒が。スキル4つの封印、無効感3つの、50以上強化2つ。スキルが 35% グラビティの、ダメージ無効の神タイプ攻撃5倍18ターン。まあ、これも神秘かなっていう感じがしますね。こっちが、まあ、水アルバートとかを意識してて、こっちが闇アルバート意識してるっていう感じなのかな。リーダースキルが光6個つなげると半減20倍、固定300万、光の HP 1.5 倍、回復3倍。これ非変身にしてはだいぶ強いんじゃないかなって思いますけどね。 1.5 枚半減、まあ必要最低限の耐久力は持ちつつ、まあ、このバイスだったら非変身っていうことを考えれば結構強いかなって思います。はい、諸覚醒が50以上強化とスキブプラスと7個だ、スキブ6個になりますね。で、武器の方が、50以上強化と列4つで、スキルは一緒ですね。はい、次、ゲームエンペラー、こちらがドラゴン、悪魔の闇、水、スキブ4つ、封印、7コン、10コン、バランス攻撃、体力回復キラー。スキルが、4ターンヘイストの99ターン闇目覚め、豪快ですね。24ターン、ちょっと重いけどね。リーダースキルが闇心つなげると軽減の9倍、2コンボ加算、闇全パラン 2.1 倍ということで、19.8 倍かな。まあ、これをそうだな、遊戯とかと一応組めなくはないけどもっていうところですかね。はい、で、調整がバインドとスキブプラスと毒プラスで、スキブ6個になりますよと。で、武器の方が、スキブと闇泥鏡2個とグラサン1個で、スキルが一緒。これね、闇目覚めじゃなかったらね、強かったなって思うんですよね。まあ、ロザリンとかノーチラスとかに、2段階変身に行くため の、 その途中の、ね、ヘイスト要因としてすごい使いやすいかなって一瞬思ったんですけど、闇目覚めがね、そのロザリン、ノーチラスの目覚めを消しちゃうんで、ちょっと使いにくいですね。結局闇パでしか使えないっていうところで、ちょっと惜しいなって思いました。はい、次、カチュアの方が武器になりますよと。封印と操作負荷、バインド回復2個。スキルはまあ後で見ましょう。多分これも変わってないと思うんでね。はい、ボルメテウス、サファイアドラゴンの、各分岐で武器になりますよと。はい、ブラックドラゴンの方が、火の泥鏡4つと追い打ち。スキルは2ターンルーレット1個生成の、上位置率を火に変化して火をロック10ターン。で、ソーエンドラゴンの方がバインドと封印と火の泥鏡2つ、2ターン回復と火と水の攻撃2倍、2ターンダメージ無効貫通18ターン。こっちはなんかロザリンとかにアシストしてあげると結構良さそうかなという気がしますね。バインドと封印両方持ってないんで、まあ、弱点を補うっていうで結構いいかなっていうふうに思いました。で、これ今見るとステータスがね結構尖ってるんですよね。これ多分原作再現なのかな。かパワー8000とか9000とかあるじゃないですか。多分それですかねって思いました。はい、次、超新星でいいのかな、ネプチューンストロームの武器、封印2個とチーム回復2個。スキルは、2ターンドラゴンアクアの攻撃 3.5 倍、2ターンヘイスト12ターン。多分これ一緒かな。はい、メサイアの武器が、毒3つと木の泥鏡2個。スキル2ターン操作時間と木の炎波 2.5 倍の1ターンヘイスト。ボルシャックヤマトドラゴンかな。はい、グラサン3つと火の泥鏡2個。で、スキルは多分一緒。アルカディオス、
体力キラーと機械列2個、スキルが多分一緒。はい、ロマノフ僕個人的にね好きなんでね、強くなってほしいなって思ってますね。攻撃キラーと闇列2個、スキルは一緒かな。はい、ドギラゴン、チーム回復3つと火の泥鏡2個、スキルはおそらく一緒。はい、ドギバスですね。チーム HP2 個と火の泥鏡2個、木の泥鏡2個、スキルは、ロック解除の三色陣の異端ストジュタン。これ強くない？これなんか結構強そうに見えるな。ドギワスって確かあれだよね、モンポかなんかで買えるよね。にしては結構強いんじゃないかなって思うんで、これはそうだ、チーム HP 武器ちょっと不足してる人は買ってもいいかもしれない。キパでも使おうと思えば使えるんでね。はい、バロム、バインドと二体攻撃と闇の泥鏡2個で、スキルは多分一緒。プチョヘンザ、スキブと操作負荷とグラサン毒、なんか珍しい組み合わせですね。スキブと操作負荷の組み合わせって結構少ないんですよね。スキルは一緒かな。サイバー N ワールド、こいつ強かったよな。50以下強化とチーム回復2個、でスキルはこれ多分強くなってますね。だいぶ後でその辺見ましょう。ジェニーの武器がバインドとチーム HP と闇泥鏡2個、ミラダンテ、こいつもよう使ったな。スキブと光の列2個とチーム回復2個、 S 級なんだっけこれ、ゾンビだっけ、 S 級ゾンビデッドゾーン、バインドと闇列2個とチーム回復2個、はいはいはい、っていう感じですね。なるほど、こいつ HP12000 あるやん。この辺も多分あれかな、原作再現でなんかそういうステータスにしてるのかな。なんか全部なんかステータスがちょっとなんか特殊な感じになってるので、12500とか結構やばいこと書いてあるんでね、多分これは原作再現なのかなというふうに思いますね。13000、なるほど。はい、じゃあ、能力調整を見ていきましょう。はい、次ライトデル、これはあれかな、ダンジョンドロップのキャラですかね、多分そうですよね。はい、スキルが、一旦縮んで、リーダースキルが光闇の同時攻撃が7倍、2コンボ加算になって、ドラゴンタイプの全パラ 2.2 倍、14.4 倍、まあドロップにしては強いかなって思いますね。小学生はバインド、クモ、LG、まあ LG に特化してるって感じかな。はい、ダークマスターズ、どれだ、これか、よいしょ。スキルが一旦縮んでいて、光闇の同時に7倍の固定50万で、ドラゴンの全パラ 2.2 倍、なるほど。小学生は似たような感じかな、よいしょ。はいはい、マッハルピア、これもダンジョンドロップか、こいつら全員ダンジョンドロップか。スキルが2個増えて、指プラが3つ増えてますね。あとは変わってないのか、まあ、この辺だから、その初心者始めたばっかりの人が一応この辺をドロップして、まあ埋めるみたいな、序盤のモンスター不足をちょっと埋めるみたいな、そういう感じですかね。で指ががっつり伸びるから、まあ、パズルがしやすくなって初心者向けですよっていうことですかね。うん、多分そうですね。はい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 。でこっからガチャからですね。カチュアの方が、スキルが2ターン回復力とドラゴンエンハ3倍になってますね。であとは一緒と。はい、ボルメテウスブラックドラゴンの方が、これはスキブが2個増えて7コンが増えてますね。で、スキルの方が、覚醒無効全開が追加されているって感じですね。でリーダースキルがドラゴンとマシンの HP 攻撃が2倍が 2.1 倍になって、4色プラス3色プラス回復だったのが3色になってますね。で軽減の9倍、2コンボ加算ということで 19.8 倍出ますよと。なるほど。聴覚生みたいな、どこだこれか、7コンチーム HP1 枚か、7コン3つになるって感じですね。はい、ボルメテウス総炎ドラゴンの方が、覚醒の方が何が増えた、指が増えて10コンが増えてますね。でスキルの方が、一緒と。リーダースキルドラゴンマシンの攻撃が20倍、回復が3倍、3色で半減固定300万。うん、なるほど、もうがっつり変わってますね。聴覚生の方が遺体攻撃とガードブレイクと、雲、なるほど。
はい、ボルシャック・ネックス、こいつは星5のキャラだったかな確か。覚醒の方がなんかもともとがとっちらかっててすごい分かりにくいなお邪魔がプラスになってて10コン7コンが増えてますね。で、スキルの方がロック解除がついていると。リーダースキルがドラゴンの攻撃力が8倍に上がっていて、回復2倍、攻撃ための HP 攻撃が 1.5 が 2.5 倍に上がってますね。超覚醒はバインドと2体攻撃と無効貫通、無効貫通つければ結構な火力出しそうですね。はい、でその武器ですね、これは回復キラーがついてます。あ、これはね結構強いかもしれないですね。回復キラー最近刺さる時結構多いんで。でスキルは、変更一緒ですね。はい、ネプチューンシュトロームの方が指と7コン2個増えてますね。よいしょ、これですね、動かない。よいしょ、小学生バインドと L 字とチーム回復、まあ L 字特化って感じですね。でスキルの方が2ターンドラゴンと悪魔の攻撃が 3.5 倍の、1ターンヘイストが2ターンヘイストに増えてますね。なるほど。はい、メサイヤの方がスキルが増えて無効貫通がついてますね。でスキルの方が2ターン、指と木の円波 2.5 倍に変わっていると。超覚醒の方がバインドと攻撃キラー体力キラー、なるほどね。はい、アルファディオスの方がスキルが2個ついてグラサンが1個プラスになって、10コンがついてますね。はい、でスキルが、爆弾も変換するようになりましたよと。よいしょ、聴覚醒の方はよいしょ、スキブプラスと、あれスキブプラスと超多い打ちなるほど。で7コン、7コンつければ結構強そうですね。はい、ロマノフ、こちらが指が1個増えただけかな、多分そうですね。でスキルがロック解除が追加されてますね。でリーダースキルが悪魔タイプの HP 攻撃が2倍が 2.1 倍に上がっていて、指5秒延長が追加、闇6個で軽減も追加されて9倍、 19.8 倍出ますよと。よいしょ、聴覚醒の方は、バインドと50以上強化と無効貫通ですね。はい、切り札勝負、こちらが何が増えた、指と7コンが増えてますね。でスキルの方が3ターン指が増えてますね。指とドラゴンタイプのコイルが 1.5 倍が 2.5 倍に上がっていますね。でリーダースキルがボルシャークネクスとマッハルビアがチームにいると、4倍だったのが5倍に上がっていて、火の2コンボで4倍3コンボ加算20倍出ますよと。聴覚醒を見たいがのいなくねこの中にね、俺持ってないのかな、買ってないかもしれない、ごめんあ、ここ乗ってますね。7コン雲50強化10コン、あ、10コンつければ相当火力出そうですね。はい、ドギラゴンですね。よいしょ、何が増えたかな、指が1個増えただけかな、そうですね。でスキルの方が一旦1コンボ加算が2コンボ加算プラスダメージ激減が追加されてますね。で爆弾も火に変化しますよと。で10ターン、リーダースキルがドラゴンと悪魔の HP1.5 が HP 回復2倍になって、攻撃力が20倍、ヒエをつなげると軽減がついてますね。で2コンボ加算ということで、まあ HP 倍率しっかりついて軽減がついたっていう感じですね。よいしょ、聴覚醒の方は、バインドと操作負荷と無効貫通ですね。てかバインドないキャラ多いな。あ、で聴覚醒10コンが追加されてますね。はい、ドギバス、こちらは覚醒が毒プラスが追加されてるかな。で木の列が1個消えてますね。はい、でスキルがロック解除が追加されています。リラスキルが火と木の HP が 2.2 倍、攻撃後は指3秒延長、火か木を6個つなげると軽減の5倍、25倍、あ、強そうに見える強そうに見える。 HP 2.2 倍あって軽減ついてるから耐久力そこそこあるし、なんかすげえ強そうに見えるけどな。25倍だったら相当倍率高いんでワンチャンなんか使えそうですね。はい、聴覚醒の方が、超追い打ち無効貫通バインドと、お邪魔、あ、毒とお邪魔つく、え、こいつなんか面白いな毒プラスお邪魔プラス持ってて、なんかこの内容だったらちょっとなんか使えそうだな、面白いな。
なんかちょっと注目してますね。はい、ビクトリーモード切り札ショータでいいのかな、覚醒の方がスキブが増えて指が増えてますね。でスキルが、1旦1コンボ加算が3コンボ加算になっていて、火の攻撃力2倍、闇を火回復を機に変化10ターン、ドギワスとハムカツマンがいると4倍だとか5倍に上がっていて、1機の同時で4倍の3コンボ加算ですね、20倍出ますよと。超過性が2体攻撃、操作負荷50以下強化グラサン。はい、でハムカツマンの方がよいしょ、覚醒がスキルが2個増えて7コン2つ増えてますね。あとは一緒かな、超覚醒がバインドと2体攻撃と7コン3つですね。はい、バローム、覚醒の方が10コンが増えて指が増えてますね。でスキルがロック解除が追加されていて、あとは指3枚がエンハンス3枚も追加されましたよと。リーダースキルが闇の攻撃が、18倍の火、水木、光の HP が半減、闇にコンボで 65% 軽減の3コンボ加算。なるほど、まあ、HP 減っちゃうから運用すごい難しいんだけれどもね。超覚醒がマシンキラーバインド2体攻撃7コン。はい、切り札勝負のスペシャルデッキ、これなんだ知らないこんなのあったっけ全然知らないんだけど、こんなんあった、覚えてねえな。スキブが2個増えてグラサン追い打ちが増えてますね。リーダースキルが、デュエマのみで組むと HP 2.5 や攻撃20倍。小学生は、持ってないから分かんないですねすいません。はい、不調変座、これはお邪魔プラスと10コンが追加されてますね。スキルが一旦ダメージ激減の回復3倍が追加されていて、水木光回復陣9ターン。リーダースキルが気と光の HP 2.4 倍、攻撃6倍で指2秒延長、3色で、攻撃回復が3倍の3コンボ加算18倍出ますよと。超覚醒が低攻撃と追い打ちと、7コンとスキブプラス。はい、サイバー N ワールド、これは封印と無効管と7コンが追加されてますね。でスキルが消せない場合の覚醒無効7ターン回復の左を回復、右を水に変化9ターン。あ、なかなか強くなりましたね。リーダースキルは一緒、超覚醒の方はよいしょ、バインドと回復エルジと操作負荷ですね。はい、ジェニーちゃんかわいいね。スキルが1個増えて指が1個増えて神キラーが2個増えて4つ持ち、なるほど尖ってますね。スキルが、何が増えたかな、あ、一旦回復と指 1.5 倍が追加されていますよと。で、超覚醒の方が、よいしょ。はい。バインドとチーム HP、チーム回復ですね。はい、ミラダンテ。こちらは、無効貫通が追加されて、毒が毒プラスに変わってますね。はい。で、スキルが、ロック解除が追加されていますと。で、一旦縮んでいる。リーダースキルが光の HP 攻撃が、2倍が 2.5 倍に上がって6コンボで固定1、光6個で7倍2コンボ加算ということで、15倍かな出ますよという感じですね。まあ、自分で固定ダメージとコンボ加算両方持っていますと。超覚醒が無効貫通、指プラ、操作負荷、スキブプラス。SQ ゾンビ、デッドゾーンですね。スキブが1個増えて無効貫が2個ついてますね。でスキルの方が一旦マシンのエンハ5倍の、消せないバインド覚醒無効全開が追加されてますね。で12ターン、なるほど強いですね。リーダースキルがマシンの全パラ、2.4 倍になって指2秒が5秒延長、4つつなげると攻撃力が上昇だったのが4つでもう全開7倍出ますよと。でさらに2コンボ加算ですね。はい、でドラゴン神バインド無効貫通ですね。はい、流星解除、こいつもなんだっけ、モンポだっけ。スキブが1個増えて、7コンが2個ついてグラサンプラスになってますね。でスキルが一旦回復と指2倍回復力がついている。でロック4ターン。リーダースキルが落ち込んなし、火の L 字で5倍、残り6個以下で5倍25倍出ますよと。超覚醒の方が見たいがどれだ、これだ。はい、マインドと追い打ちと雲ですね。なるほど。はい、ということですね。まあ、個人的に強いかなっ
って思ったのは、ジェニーちゃんが局所的に使えそうっていうのと、まあ、サイバー N ワールド、まあ、汎用性なくなったかなっていうところと、これよく知らないなっていうのと、あとはなんだろうな、まあ、なんかあんまりねピンときてないんだよな、これ強えっていうのが、あ、これかなドギバスかな、こいつがなんかすげえ尖ってて面白そうだなって思いました。あとはね、って感じかな。ロマノフもなんか、まあ、周回とかでこの辺は使えるかなっていう感じがするんだけれども、まあ、星5のキャラとかも結構多いガチャなんでね、そんななんか、がっつり尖ったやつっていうのはないのかな。まあ、この武器は強いと思います。回復キラーは強いですね。で、あとは、ボルメテウス、カチュア、あとこの辺はダンジョンドロップって感じか。まあ、強化の内容に関してはドギバスが面白そうかなって思ったぐらいですかね、個人的には。よいしょ。はい。で、能力見たガチャを見ましょう。ソニア、ゼウスが星な、ゲームエンペラが星6で追加されていますよと。で、石1個の、120円のやつがあって、石10個の、デッドゾーンガチャがあって、これが1220円で、ソニアガチャもありますよと。今回確定枠はソニアですね、2440円ということで、まあ、これは多分交換ができないですね。ゼウスの方は交換できるって感じかな。で、星6以上確定がありますよと。これは2440円です。で、コラボダンジョンがあります。はいはい、メダル集めをしましょう。スキラゲ、違うな、これスキラゲダンジョンじゃないな、多分これ普通のテクダンの方のスキラゲだな分けてほしいな、個人的には。はい、デュエマチャレンジがあって二次メダル2枚とガチャ1回もらえます。モンポッ購入にコラボキャラがいます。ちょっと見たいな。切り札勝負30万、進化するとショータか失礼しました。はい、勝負がいて、で、交換所の方に新しく追加される武器ですね、フェアリーリライフっていうのかな。はい、貴族性でバインドとバインド回復2個、グラサン2個、スキルが1ターン属性吸収無効の1ターン遅延10ターン、あ、なかなか強いんじゃない、結構いいんじゃないかな、交換できるキャラにしてはいいかなって思いました。はい、で、ゼウスとゲームエンペラ交換できますのでソニアはできませんと。あ、流星カイザーここだったか、交換所だったか。はい、新しい、これがさっきの見たやつが登場しますよ。はい、12日からコラボ開始ですよということですね。はい、ということで、ただですね、この7月12日公式放送もあるんで、もしかしたらそこで新しいなんかそのコラボとかイベントが発表される可能性もちょっとあるんで、まあ、そのどっちも引くって人はまあ引けばいいと思うんだけど、そうじゃなくて、もし次なんかいいコラボが来そうだったらそっちを見てから考えた方がいいかもしれないですね。はい、ということで、まあ、巷ではね、カードゲームコラボが連続で来てるから次 MTG が来るんじゃねえかとか、あとなんか呪術廻戦がおもらしされてるみたいな、なんかそういう話もあるんですけど、まあ、そういうのはね、あんまり鵜呑みにせずにね、ちゃんと出た情報で判断していきましょう。はい、ということで、よかったら皆さん感想聞かせてください。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。